投手陣が崩れ、ウエスタンリーグ開幕戦を勝利で飾れず、一足先にウエスタンリーグが開幕。しかし投手陣が崩れて1対13で大敗し、開幕戦を勝利で飾ることができなかった。先発の野村が7安打され4失点を喫し、一軍の先発ローテ争いから一歩後退すると、3回から登板した2番手の新谷はキレのあるフォークで2つの空振り三振を奪い、高い奪三振能力をアピール。しかし4回に課題が露呈した。先頭にストレートがすっぽ抜けデッドボールを与えると、そこからストライクが入らなくなり、4つのフォアボールと2本の長打を浴びるなどし、大量7失点を喫した。昨年も奪三振率 9.39 と高い三振奪取能力を誇る一方で、フォアボールもよく与え、フォアボール率は奪三振率と同じ 9.39 と制球面に大きな課題を残していた。育成3年目となる今シーズン、課題を解消しない限り支配下登録は遠のくばかりだ。さらに4番手の高橋も自責点はゼロだったが、制球、球威が今一つで2点を失い、結果を残せなかった。かつての高校ビッグ4も早8年目、生き残りをかける今シーズン、結果はもちろんだが、2軍で圧倒した投球を見せない限り、前途は厳しいものとなるだろう。一方、野手陣は葉月と韮澤が共に2安打とアピールに成功。中でも1軍が見込まれる葉月は、粘りのバッティングが光り、低く強い打球を打っていくと手応えを口にした。昨年は打率1割4分9厘と打撃が低迷。コンタクト能力は優れたものの、打球を引っ張ることができず、弱い当たりが多くヒットに恵まれなかった。昨年チームトップの14盗塁をマークした足だけでなく、今シーズンは打つ方でもどんどんアピールし、スタメンの座を勝ち取りたいところだ。このようにウエスタンリーグの開幕戦は若鯉2人がアピールに成功したわけだが、全体的に打線は低調気味。個人的に教育リーグでホームランを放ったロベルト、そして力強いスイングが魅力の佐藤ら新戦力の2人に注目したが、両者ともに不発に終わった。高2軍監督はこれから投手も野手も競争が激しくなってくると思う。1軍への補充と将来を考えた育成を両立させたいと、試合後に今シーズンの展望を語った。大砲候補の内田に待望の一発。右の大砲候補として期待されながら、昨年ホームランゼロに終わった内田が、通算263打席目にして公式戦第1号をマークした。3回に同学年の門別のストレートを捉えた打球は、放物線を描いてレフトスタンドに着弾。幸先の良いスタートを切った内田は、1号が出たのは大きい、感覚は少しずつ良くなっていると手応えを口にした。昨年は強く振るをテーマに1年を完走。そのテーマ通りに打席内ではフルスイングを貫いたが、副作用として打率は両リーグワーストとなる1割6分3厘。とにかく積極的にスイングを仕掛け、ボール球によく手を出した。選んだフォアボールは6。選球眼に大きな課題を残し、内容的にも散々たるものだった。昨年のドラフトで同じタイプの中田が4位で指名され、今シーズンは昨年のようにはいかない。目に見える結果を残して競争を勝ち抜き、1軍初昇格を勝ち取りたいところだ。そしてその他では前川にもホームランが飛び出した。9回1点ビハインドの場面で値千金の逆転スリーランをレフトスタンドに放った。この日はストレートに2三振とらしくない打撃が続いたが、最後にそのストレートを見事に捉え、大仕事をやってのけた。一方投げる方では、開幕ローテーション入りが決まった新外国人のハッチが調整登板に臨み、4回を2安打無失点に抑えた。ストレートの最速は151キロをマーク。三振も4つ奪い、課題とされるクイックもまずまずと上々の仕上がりを見せた。その他で気になった選手は、現役ドラフトで新加入となった内間。入団当初は最速155キロ右腕と騒がれたが、この日は制球が乱れピリッとせず、7回途中から登板し1失点を喫した。ただ
楽天時代リリーフ時の奪三振能力には光るものがあるだけに、背番号67の今後の活躍に期待をしたいところだ。カープニュースでは今年もウエスタンリーグ全試合を振り返っていきます。ファームが気になるという方はチャンネル登録をお願いいたします。中村奨成のホームランなどで阪神に連勝。3試合連続で4番に座った中村奨成がホームランを含む3安打2打点と躍動した。1回に阪神先発秋山からセンターオーバーの二塁打を放つと、6回には初球の変化球をレフトスタンドに運び、8回はセンターにヒットを放った。中村はまぐれですと謙遜したが、この日まで打球に角度をつけることができており、長打が出る予兆はあった。昨年2軍では打率3割2分3厘ホームラン3本と結果を残したが、1軍では打率1割5分ホームラン0と振るわなかった。結果を残したいという焦りが自身のバッティングを大きく狂わせた。こちらは1軍と2軍でのボールスイング率。1軍では焦りから普段よりもスイングを仕掛けることが多くなり、必然的にボール球を振らされることが増加した。その結果、空振り率が普段の3倍以上になるなど、全くと言ってよいほど自分のバッティングができなかった。今シーズンから外野手登録となり、背番号も22から96に変更。背水となるプロ7年目、今年こそバットで結果を残し、1軍定着を果たしたいところだ。その他では、羽月が4出塁し2つの盗塁を決め、リードオフマンとしての存在感を遺憾なく発揮すると、5番サードスタメンの韮澤も3安打猛打賞をマークし、ベンチからの期待に応えてみせた。一方投げる方では、開幕ローテーションの6番手を争う黒原が5回を投げ2安打無失点と好投。同じ日にアドゥアも1軍の試合で登板し、悪いなりに5回を1失点にまとめ、ローテーション入りへアピールした。開幕戦の DeNA 相手に試合を作ったアドゥアか、2軍相手とはいえ好投した黒原か、それともこの後に登板を控える玉村か。この日、新井監督は開幕ローテーションの結論を出さなかった。最後までご覧いただきありがとうございます。動画が良ければ評価を、質問などがあればコメントをよろしくお願いいたします。